ベンデラ・ヘブ、ドローイング・バイ・マリア・ RHL1842 ベンデラ・ヘッペは、スウェーデンのジャーナリスト、作家、サロンの女主人、ロールモデルである。4ショーピング市で生まれ、ストックホルムで亡くなった。スウェーデンの新聞社で、ジャーナリストとして、正規雇用された初めての女性。ベンデラは19世紀半ばのスウェーデンの、求心的文学界で重要な立場にあり。 また解放された女性についての論争の的になるロールモデルであった。ベンデラ・ヘッペはアンデルス・サミュエル・オーストランドとマリアルンドの娘3人のうちの長女である。彼女の父は文学的、文化的なことに興味があり、娘たちを同じように育てた。子供の頃、彼女は音楽、芸術、文学を読んだり調べたりすることを勧められ、 音楽と文学の才能があると言われていた。あだ名は、フロケン・フレイグビスだった。エサイアステネーは、ベンデラの父の知り合いでよく、ベンデラの家に訪れていた。伝えられるところによれば彼は若い頃にベンデラに、告白し失敗していたが、彼女の結婚後も、死を彼女に捧げていた。しかし、ベンデラは、彼の気持ちを断り、彼に友情を申し出た。 1832年にベンデラは弁護士であり、作家のクレメンス・ヘッベと結婚し、彼女には3人の娘がいた。1839年ベンデラの配偶者は破産し、国から逃げた。はじめはイギリスへ、最終的にアメリカに移住したが、彼女は娘と自分のためにスウェーデンに残された。彼女はヨンショーピング市に定住し、 当時教育を受けた女性として社会に受け入れられた唯一の職業、教師として働き、音楽、歌唱、絵画の授業を行った。しかし、その仕事では彼女自身を養うほどしか稼げなかった。1841年に彼女の初めての小説、アラベラが、改革的な新聞社アフトンブラーレットの編集長、ラース・ユーハン・イエルタによって出版された。 そして同じ年にベンデラはアフトンブラーデットに雇われた。ベンデラは一般的にスウェーデン初の女性ジャーナリストとして言及されている。スウェーデンの出版社で記事を書いたり編集したりする女性は少なくとも1738年のマルゲレータモマ以来ほとんどが匿名やカナなどで書かれているため未確認であったが、ベンデラヘッペはスウェーデンの新聞社で初めて、 正規雇用として雇われた女性記者であり、その意味では彼女の職業のパイオニアである。19世紀までスウェーデンの出版社は正社員を雇用しておらず、ベンデラはスウェーデンの新聞社の職員登録簿で最初に見つかった女性である。彼女はアフトン・ブラーデットの職員登録簿2844年から1851年まで登録されていた。 ベンデラは文化、音楽、文学の範囲を担当する文化部門の翻訳者と編集者になった。彼女は文学と小説、コンサート、オペラ公演、劇場公演を見直し連載の欄を担当した。著者のデビューを促進させるため、彼女の連載欄を利用して彼らの小説を連載をしていたことで知られている。彼女は文化活動以外でも、 社会記者として活躍していたが、スウェーデンで初めて社会的な報道をしていたレポーターの可能性が高い。ベンデラは、その当時アフトンブラーデットで、リベラルで人道的な見解を共有していた。彼女は性別により、貧しい人々の社会的不幸のような優しい質問に適していると考えられていた。彼女は1843年に、初めての社会的報告書、 ビスカパンスビサックでかなりの注目を集めた。この作品はこの時期に始まっていたスウェーデンの社会的格差についての議論に貢献した。ベンデラ・ヘッペは1851年にジャーナリストとしてのキャリアを小説家としてのキャリアに集中するために引退した。彼女のデビュー作品、アラベラはありきたり並ぶストーリーだったが、その後の作品はより現実的な作風になった。 彼女の作品はキャラクターより作望に焦点を当て、彼女自身の時間と強く結びついている。また、小説の中に社会的批評を含めていた。18世紀イギリスの文学とディケンズに影響を受けたと伝えられている。彼女の小説、ブルーターンは、彼女の最も注目すべき、スウェーデン初の少女のための小説として述べられている。 小説家として才能はあるが独自性はないと、みなされてきた。そして波以上の成功はしなかった。ベンデラは、小説家よりも、子供やティーンエイジャーのための詩や歌の作家として、成功した。彼女の子供の詩は彼女自身の牧羊的な、スモーランド地方での子供時代の影響を受け、子供のゲーム、子供のリズム、伝統的な民族舞踊を描写している。 特に彼女の動物についてのおとぎ話は、ビョルン・スティエルネ・ビョルンソンと SH ・グランビグによって称賛された。彼女の歌の中で HGT、デルッペ・メロン・フューランとラニアンはとても人気が出た。彼女の個人的な作品以外にも、古い伝統的な民族舞踊の物語や歌を書き留めて貴重な歴史的貢献をした。ベンデラ・ヘッペは、 ラース・ユーハン・イエルタと長い間関係を持っていた。このことは常識で彼女がネポティズムの結果として地位が与えられたという報道と噂の中でカリカチュアにつながる。互いに既婚者だったので結婚できなかった。ベンデラとラースの間に息子が一人いた。彼の名はエドバルドと八、e、1 8 5 2年に誕生した。ベンデラのように独立した女性でさえ彼女には 今回の子供がいることを認めたくなかった。エドワルドはフランスの旅先で秘密裏に生まれた。ベンデラは彼を子供と認めなかったが彼は偽名でダンスの里子となりドイツに家を与えられるまで時々ベンデラを訪ねていた。その後彼はアーティストモリー・フーストマンの父となった。ベンデラは特に1840年代から1850年代の間、 ストックホルムの求心的なエリートの中心人物であり、自由文学と芸術の世界の中心となった文学的、音楽的なサロンを主催し、集まって朗読し、音楽を演奏し、議論した。彼女のサークルには、ユーハン・ヨリン・グナー・オロフ・フルテンイコール・キャバリュー、マグナス・ヤコブ・クルーセン・ストルペなどが参加していた。1983年、ベンゲラス・スベンネルが、 ベンデラヘッペの記憶を保存するために設立された。この教会は1863年に、イエルタによって、彼女に与えられたセーデルテリエに、夏の家を保ち、それを、博物館とした。セーデルテリエのギムナジウムベンデラヘッペ高等学校は、彼女の名前を付けている。ベルマー、マルガレーテ、ペンスカーフと、クビンリーガジャーノリスタ愛。 スウェンスクドッグスプレス1690から1975ペンホルダーズフィメールジャーナリストインスウェディッシュプレス1690から1975ノーステッド、ストックホルム1977ハット ABC ウェンデラヘブナッシュナレンシャイクロープデンボクホーラゴットブラボッカー AB フゲネス2017年8月31日閲覧 ABCDE ウェンデラ・ヘブ、スフェンスクとバイグラフィスクとレキシーコン。ソーク、リーカー・キベット、セ、2017年9月5日閲覧。ありがとうございます。